昨年、20年以上前のキロボーシャトルをレストアして復活させました。その後、細かいパーツを交換して仕上げたので、ラジコンクラブの飛行場で飛ばしてみました。レストア後、調子は良かったのですが、ここ最近気温の変化のためか、燃焼の調整がうまくいかず、苦戦しています。燃料を濃くすると、回転が上がらずかぶり気味になり、薄くすると高回転になり、焼けそうになります。上空飛行のためアイドルアップを入れましたが、回転があまり上がらずもったりしています。アイドルアップを切ると一気に回転が下がり不安になります。ここでなぜか回転が上がり、燃焼が薄いのかと不安になりました。ここ最近この症状でカブレーターのニードルを調整していますが、なかなかうまくいきません。これだとアイドル調整バルブもいじらないといけないかもしれません。特に上空飛行ではメインローターの回転が遅いと風に負けてしまうので、調整は必須です。やっぱなんか回転上がったり下がったりするんですよね。なんだろうな。ここで一気にプラスピッチをかけてみましたが、負荷でエンジン回転が一気に下がります。次回の飛行までにキャブを調整したいと思います。